頼むぜソルモン、行ってこい。シアルブラザーズ、うん、サタンの部屋。よう、今日の夜会は近畿の極秘国、十九度気候の少女に三国志の新しいモンスター、カダを使っていくってやつだぜ。カダのステータスを右側に書いたから、ちょっと後で一緒に確認していこうぜ。まあ俺はよ、ガチャで出なかったんだこいつが。だからフレンド用意してもらったぜ。フレンド用意してくれた方ありがとうな。で、今回はこのソロモンとカダの合わせ技で最後面白いことやろうと思ってっからよ。最後よく見てくれよな。まあ道中もすげえ見どころあっからちゃんと見てくれ。で、確認せようか。反射、バランス、アジン、アビリティ、アンチウィンド、ユニバキラー M、 ゲイショット、回復 M、アンチブロック。要するにアンチウィンドはこのステージであればすげえいい感じになるやつだ。こいつユニバキラー、見といてくれ。この魔導士ユニバなんだ。やばくねえか。まあ剣があったからよ、おそらく縦勘じゃワンパンできねえが、横勘ならワンパンできると思うぜ。ワンパン通過そのターンで終わる。回復 M よ、ここハートがねえからすげえ役立つぜ。そしてラックスキルクリティカル、いいのかよ、こんな強いモンスターにラックスキルクリティカル与えてよ。 SS 弱点露出、完璧サポートじゃねえか。一応姫路はランダ SS だからよ、この恩恵、まあ当たれる確率が上がる。オベロンだったら弱点2個ついたら大ダメージだ。まあそれよりもよ、最後のエリアボス2で、ボス1壁とカンカンした時に弱点が来る確率が上がると思ったら相当強くねえか。まあ友情は8方向レーザー言える、このステージでは役に立たねえ。そして HP、 アタック、スピード、おいこいつマジかよ、ゲージありだぜこれ。アタックが3万1000もあんのかこれ。ちょっとやばくねえかこいつ、スピードめちゃくちゃ速えぜ。ちょっと言葉を失ったぜ今。こいつはやべえ。つうことはよ、自分で最後上下カンカンするだけでもダイナメージが出るっつうことじゃねえか。怖っ。そんで、この2個前の動画でよ、ソロモン2体で行った動画は、ソロモンの強さをすげえ証明できたと思うんだ。バイタルキラーが入った最後の SS はものすごいダメージが出るしよ、すげえいいことに、ぬいぐるみをワンパンしねえんだ。かなり優秀だと思わねえか。ぬいぐるみをワンパンしまうと相当やべえ SS になっちまうからよ。そしてこのステージの、こいつら、魔導士がよ、入れ番したらめちゃくちゃ怖いじゃねえか。だからよ、なるべく早く、こいつらの勝利はしてえじゃねえか。だからよ、こいつのユニバキラー M はやっぱり相当生きるよな。まあ友情を見てみてたが、このステージでは友情が意味ねえからよ、そこら辺は仕方ねえよな。まあいつも言うが、アンチウィンドとアンチブロックはこのダンジョンで必要ねえって俺はいつも持論的に言ってんだが、そりゃあった方が次に決まってんだろう。そしてぬいぐるみのよ、ヒールボールのパターンによっちゃ回復できない時あるからな。こいつの M は相当役に立つぜ。こんな感じ、こんな感じ、すげえダメージしかもめちゃ回復するじゃねえかこいつはよ。よっしゃ、ボス戦やっていこうぜ。めちゃくちゃ気合入るぜ、こんな楽しい近畿の極秘はねえぜ。さあソロモン、お前の力見せてやれ。こいつらワンパンでき、ワンパンじゃねえ、まあ、倒せんだ、ちゃんと倒せんだこいつら。バイタルキラーの強さよ。で、最近教えた技としては、ここにはまる。ここにはまったらよ、大ダメージが出せる。魔導士はすぐ処理にするんじゃなくて、積極的にここに入っていくのを狙っていこうぜ。さあ、ここも入ろうか。で、次のエリアをかなり円滑的に進むためにはよ、誰かを右に配置しなきゃいけないんだ。
だから一旦よ、ボスを倒さず、いい感じに次のモンスターが右側に来るように配置するぜ。まあさすがにやられよと、めっちゃダメージ。あぶねあぶね。オベロンあたりを右に寄せてえがよ。右に寄せれんのか。いや結局戻したし、どうやらいいんだ。まあ別にそんなに回復して進むか、仕方ね。ああもうぬいぐるみ、早く生き上がれ。よっしゃ、バトル6やっていこうぜ。なぜ今回だけ英語で言った、わかんねえが、とりあえず微妙微妙、あの魔導士と下降りてよ、左の魔導士も倒しに行こうぜ。オッケー、あ魔導士じゃねえ、あの騎士な、騎士ちび騎士だ。でこいつ倒す。どら、どう、何やってんだ。おい、やっぱりつかみどころのねメガネっ子だぜこいつはよ。さあバイタルキラー、あ乗ってねかったな、あぶね、レーザーあぶね。次は十字レーザーだぜ。とりあえずよ、順番的には最後、そのしていることを説明するとよ、カナで弱点露出してソロモンでワンパンするってやつだ。まあワンパン通過、そのターン以内に倒すってやつだ。そのためにはよ、カダスタートじゃねえとダメだ。だから一応当てやすいようによ、カダは上の方に配置しとくぜ。体力が少ねえからよ、回復しとこうぜ。いいんじゃねえのか、いい感じの回復だ。次はステップ踏んでくるな、地段だ踏んでくるからよ。とりあえずこいつも上に配置しとくか。オッケー、どわーマジかよ、これで突破の予定だったのによ、ずれたじゃねえか、仕方ねえ。よし、剣が湧いたぜ。正直よ、ここまで頑張ってんだが、剣がねえとワンパンできねえから、剣が出るまで何回もチャレンジする予定だったん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 だけどよ、一発で剣が出てくれたぜ。そんじゃあ次はソロモンで剣を取って次のオベロンで突破するか。うぅぅぅぅな、そんなことがあんのかよ。クリンテからでぬいぐるみをワンパンしやがった。そんこんな、やっぱり俺は運がねえのか、こんな最高の状態でこんなことが起こるって。だがよ、俺は諦めねえ。ここで横貫して十字レーザー食らわなかったら生き残れる。そしてなぜ横貫したかっつうとよ、姫路で次のバトルフェーズ入ったらよ、バトル最後入ったらよ、クロスレーザー食らって落ちんじまうならよ、カダスタートなら一回は攻撃ねえからよ。本当にソロモンでワンパンしたら終わりじゃねえか。それを狙うぜ。さあかませ、よし、ちょっとダメージ与えちまったかよ、これで終わらせてやるぜ。頼むぜソロモン、行ってこい。やったぜ、マジかよ、こりゃ相当な名作じゃねえか。
怒らせても勝ったぜ。9の僕は怒らせても勝てるんだ。分かったか。めちゃくちゃいい戦いだったぜ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。そんじゃ次の夜会で待ってるぜ。あわよ。